さあお客様、感動する準備をお願いします。どうなってるんですかこれ。エボンの賜物だな。どこに当たったんだよあれ。ついに一フレ発生かつ全身攻撃判定を手に入れてしまったようだ。ぶっ壊れかな。手直しでどうも、ご本気です。マックだぜ。今日もスマブラやってまいりましょう。初見のお相手はカズヤ。なんか久しぶりに見た気がする。どこにでもいるイメージですが、いないときは全然マッチングしないんですよね。さあ回避にすると当ててだけ展開。いや、キックし展開だ。ゼロパー一フレはやめろよ。もったいないですよね。カウンターで妥協しようか。妥協っていうか災害なんだよな。これです。まあ、いいでしょう。対空だったらこの後わからなかったのが怖すぎる。コマンド安定している方には勝てるビジョンがなかなか見えないんですよ。ラップね。魔人剣をかわしてこちらのターン。 この KO はゲストも当てたいぜ。逆力で浮かして逆転のキャッチにぶっ込みます。逆力 KO じゃないんだ。たまには美しく当てたいのだ。これでストップは3-1とかなりのずれすぎだろ。判定というか挙動というか、マッチにはまだまだ謎が多そうです。最近ナイフもあんましたいだろうな。多分ヘブンズドアは耐えてくれると信じて、ここはシールドを固めます。魔人剣をしっかり防いで下強横強、受け身も横強で勝っていくと。今の地獄門ちょっとヒヤリとした。だが前進する霊霊気の横スマに引っかかってだけ展開。カズヤの技って前進しがちだから横スマ置いとくと結構自分から来てくれ。その上スマ置きはなんだよ。上スマの姿勢で横 B 上がりをかわせるっていう小ネタがありまして、あんな指揮からしてる相手にカズヤがわざわざ横 B する。まずい。ぶっ飛ばかり自分から逆転されそうになってると。判定しました。この試合は二度と話しません。あれは地獄門よりの横スマ置きです。ぶっ飛だろ。ぶっ飛です。2戦目のお相手はドンキーコンズ。ドンキーもドンキーでよくマッチングしますよね。ある意味因縁の相手だぜ。さあ序盤は浮かして回避を借り続けていい感じ。崖に追い込みましたよ。食う前は多分暴発だが許さず下強で小づくぜ。さらに今後で崖展開継続。キスし展開だとあれこと。もう何も言うまい。もうダメ。ストップ先行。今日は調子がいいです。このままリードを広げて1体が掴まれて反撃の投げ込み入るぜ。痛すぎ。なんとかキャッチしたが、流れが向こうに傾いている気がします。この KO の圧で風向きを変えたいところさんです。実際ゲージ溜まってるだけでお相手さん攻めづらくなるからな。消されないよう大事にしたい KO だぜ。そろそろ頃合いかしら。残念回避だぜ。まあじゃんけんだし仕方ないです。暴れかジャンプなら当たってたんだがな。お相手さん回避を持っているので次軽く浮かせたら回避先にスマッシュぶち込む処分。このパーセントならもう横スマで飛ぶからな。狙えるなら狙っていきたいぜ。さあだけ展開で出て上スマでまた判定でワンチャンにしろ。ダメでした。するともう相手さんのシールドが間に合ってしまって回避せんのかい。スマを無名用レディでよかっただろ。今のスマッシュの方がきつこうなるからさっさと確定コンボで撃墜しとけって話なんだよ。確定一点読み横スマフルホールドの方が気持ちいい。意味不明。とはいえ下るのは嫌なのでこの崖で攻撃上がりはもう許しませんぜ。みんなにバーテンウェディで撃墜できて一安心。お相手さんラストストップだぜ。あとは掴まれて早期撃墜さえされなければ体力差で詰め切れますね。スラブですか。そのようなことがあろうはずがございございございません。背中にナイフ忍ばせてたりする。ございません。ゴリラがデカすぎるってことで無理やり納得しておこう。それでもだいぶ詐欺判定でしたけどね。そんなことよりここの崖だぜ。に触れかれない。攻撃上がりからのウェディ特攻はしっかりガードして。うおー横スマ下強横スマ。背中に出てるゴリラにバーテンしっかりはないから軽い障害で落とし。こいつはひでえや。さあ次行きましょう。次3戦目のお相手は、今日は多いな数や。まあ、隙間対面なんでいいんですけどね。勝率はいいし負けるときは地獄門で一瞬だからメンタルに来ないのか。それでいいんか。あとは財布にだけ気をつけ。まずい。当たってますけど。言うてコンボ耐性高いから平気平気。よっぽどコマンド精度高い方でなければマック君にコンボ完成は難しいでしょう。俺は回避が他のファイターより早いからな。軽量級の特権だぜ。その筋肉で48キロはどう考えてもおかしいと思うんですがね。でお前は何をやってるんだ。絶対当たってない。どう見ても当たってます。ストック先行で3-2と当たり判定って想像以上に理不尽なんだなって。やっぱナイフ勝ち持ってるでしょ。ございません。ここはおにぎりを食らって仕切り直し。奈落旋風を防いで反撃のチャンスだぜ。でワンチャン狙いますかね。ホールドが強力すぎる。シールドされるならいっそフルホールドでもよかった感が。さあ財布をカウンターで弾き返して崖展開。今回は基礎しかないのな。私をなんだと思っているんだ。聞くまでもなくね。それはそう。カップね。このパーセントで地獄門食らうものなら消し済みになっちまうな。別に地獄門に限った話じゃないが。もうちょい生き延びたかった。ガードされてんのにずっと入れ込むからだぜ。意外と皆さんシールド張り続けるわよね。割られるかもって発想がないのかしら。お前こそシールドに対して掴むって発想はないのか。ないね。殴って割った方が気持ちいい。マジでこれやばい。結構火力稼がれてるが大丈夫かこれ。大丈夫だ。この方退屈
出すから先マキ君に確定しないこと知ってて寄り合いに持ってきたわ。お前もこの KO で寄り合っていけ。では、参る。これが心理戦ですか。ウッドでしょうね。火星はさておき再びリード。あとは地獄門さえ警戒。本当に警戒してる。竹端以外で話してくると思わんでしょうに。で今度は横つまめったゴールドすると単発 34% 美味しいです。0時なのに火力で耐えないか。これでストップ11の5分。ダメージこそリードしているがマジで地獄門には気をつけたいところ。大丈夫です。今度こそ系もう何も言うなクラブになるから。全私が泣いた。さあその地獄門をかわして下にオージュルトで化け全開。キス全開だ。全だろ。このやりとりさっきもしたね。ジャンプが潰れてるので勝ちです。とヒヤヒヤしたがよしとしよう。さあ最終戦です。あれカービィ久しぶりだな。手番はやこけ。ずっとエンディングでチャンネル登録を促していたカービィちゃん、実はマッチンの次にディップ入りを果たした思い出のアルファイターなんです。というわけで久々にカービィちゃんと遊んで今回の動画は締めようかなと思います。決してピンクの悪魔に脅されたから使うわけじゃないです。次回は先生かな。やっぱお前脅されてんだろ。とはいえずっと実況に出せていなかったのは事実ですし、おっし。さあそろそろ試合の方に話をおっしていこうか。最終戦のお相手はテリー。今日はずっと重量級がお相手ですね。カネカービーには体力差がつくそうに見えるが、マジで簡単にできるんですわな。これがジャンプが残ってても届かないと。マック君ほどじゃないにしろカービィちゃんは復帰阻止がやりやすいファイターですね。僕だったかもしれない。もう一回やらせてもらいましょう。そして7分でリードを広げていくぜ。おっとコンボ程度がバレちまう。普段はアーマーでゴリ押してるからな。そうかゴリ押せばいいのか。ストーンの使い方合ってます。空中でってパワーダンクを耐えるキャラはそういませんで、ここはナナーと横スマがきっとして崖っぷち年ですね。わかります。じゃあ吐き出すなよ。道連れはせずカービィちゃんだけ復帰します。今絶対事故ると思ってた。最近受け身できるようになってきたんだ。あっという間にお相手さんラストストックだぜ。このタイミングだった瞬間超必殺で終わるのでね、短期決戦を心がけねばなりません。でその下強はなんだよ。反転が出ませんでした。こういうかどのファイターでも下強こすっちゃうってが私にはあります。結構俺の技の振り方に引きずられてるよな。カービィは別に下強弱くないし振り回していいとは思うが、振るなら検討確認くらいはできるようになりたいところさんです。さあ崖に追い詰めたぜ。外に出せればこのターンでの勝利も見えてくるが、常にそううまくもいきませんね。立場が入れ替わりこちらが崖を背負ってしまった。これは踏んだわ。あと引きに横スマでおだぐつだなこや。寿命だろ。ですがストックはまだ21とリードしております。なんかが何になってテリーが出たか。これはまだ勝たなければ負けることはないでしょう。いちいちフラグを立てなきゃ気が済まんのかお前は。悪質な外に出したぜ。生かして解散。全て復帰復帰で通して勝利。久々のカービィちゃんでしたが割と理想の動きができて満足です。じゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。コメントも待ってるぜ。